未だに収束する気配がないピエール瀧容疑者の逮捕報道。出演作を多数抱えていただけに、関係各所への打撃も大きい。悲劇に至った薬物問題について、放送作家で NSC 東京校の講師も務める野々村由紀子が言いたいこととは？昨日いただいたピエール・エルメ・パリのマカロンを食べながら、この原稿を執筆しております。さすがマカロン1個300円くらい仕上がるピエール・エルメ。味に奥行きがありますわ。でも1個300円は高すぎへんかしら。子供に2個食べられて泣きそうになったわ。子供のうちはこんな複雑な味のお菓子食べんでええねん。どうせ味わからんねんから駄菓子300円分買って食べとけ。お菓子といえば、ピエール・マルコリーニのチョコレートも美味しいですよね。私、大好きなんです。あ、ピエール・ルドンもチョコレートが美味しくて、箱が素敵ですよね。そうです。今回は、ピエール・瀧容疑者のことについて書きたいと思います。こんなどうでもいいクッションを入れないと書き出せないほど、今回の逮捕は、私の中ではちょっとショックでした。彼の演技もパフォーマンスも好きでした。もちろんファンの方々からしたら、好きの度合いもショックの大きさも比べ物になりませんが、あの、アーティストとしてのかっこよさ、役者としての独特の雰囲気と存在感、バラエティなどで見せる明るさと面白さに時折ワクワクしたり圧倒されていた一人ではありました。これだけ持っている人って芸能界披露しといえどなかなかいないんですよね。しかもその全てのレベルが突き抜けている。彼を好きな人は結構多かったのではないでしょうか。どっちが先やねん。仕事も本当に幅広く、朝ドラに、大河ドラマに、ディズニー映画にバラエティ、そして地元での人気長寿番組に、ラジオに、CM、完璧やないか。芸能人なら喉から手どころかダイソンの掃除機出して、全部吸い込みたいくらい、最高の仕事、全部持ってるやないか。しかも日本アカデミー賞優秀助演男優賞やブルーリボン賞助演男優賞をはじめとする数々の受賞歴って、冠番組ゴールデン昇格目前って、なんじゃー、なんでじゃ、くれー、うちの旦那に全部くれー。しかし、この素晴らしい仕事ぶりや今までの華々しい功績を世間の人が改めて知るきっかけが逮捕っていうのが悲しい話ですね。時折見せる優しい笑顔や謙虚な姿勢も好感が持てたし、さぞかしスタッフや周囲の人の期待や信頼も大きかったのではないでしょうか。法を犯した人をここまで褒めるのもどうかとは思いますが、とにかく芸能界の中でも長年にわたり重宝され、大きな成功を収めていた、わずかな人間の一人だったことは事実。下っ端芸能人からしたら、羨望しかない。それなのに、なぜ？なぜだ？なぜ薬なんかに手を出した？と、みんな最初に報道を知った時は、なんで、あんな成功してる人が？と驚いたと思います。が、20代の頃から薬物を使用していた事実や、使用頻度などを知るうちに、ちょっと待てよ、そうなると、どっちが先やねん、となるのです。成功したから薬をやった、のではなく、そもそも、あの成功は薬によって支えられていたのか？今までのあれもこれも、全部、薬のおかげやったん？あの、静かに怖い、痺れる、最高の演技も？あのセクシーで華麗なステップも、あのハイテンションな喋りも、あの華々しい功績、素晴らしい作品の数々、人柄、そのすべての見方が一気に変わってしまうのです。それも薬の嫌なところですね。周りに
多大な迷惑をかけることももちろん嫌ですが、どんな名曲もどんな熱演もどんな面白い話も薬のおかげ、そう思われるのはなんて悲しいのでしょう。作品に罪があるのかと日々議論されまくっていますが、私は作る側の人間なのでもちろんないと言いたい。薬物を使用した人の過去の作品を店頭からとりあえず消すことが問題の根本の解決になるとは思えない。昔の海外アーティストなんか多分やりまくって曲作りまくってやりまくって歌いまくってる人もいるだろうから、そんなん言い出したら店頭から世界中の名曲がごっそり消えてしまうんじゃないかという気もします。それはそれで嫌だ。本人が一人で企画、出演、編集、販促、販売までやっている作品なら別ですが、そうでない作品に元から罪なんてない。だから本人ではなく、その作品に携わった他の人のため、その作品が好きな方々のために、映画の上映や CD の発売は予定通り続けてほしいです。ただ、どれを見ても聞いても、この時やってたんだよな、それがよぎるのは仕方がない。その時点で作品は余計なもので汚されてしまったことになり、これは本当に悔しいことです。本人はとことん悔しがればいいと思いますが、本当に悔しいのは本人ではないのです。先ほども触れましたが、作品はどんなものでも一人で作っているわけではありません。その一曲に、その一本の映画に、どれだけの人間が関わって、知恵を絞って、時間と労力をかけているか。私は、人の時間を使うことは、人の命を使うことだと思っています。他人がわざわざ時間を割いて、自分のために何かやってくれたことには、その人の大事な命の一部が使われています。だから、他人から受けた親切には心から感謝しないといけない。そしてまた自分の時間も大切に使わないといけない。人の時間は全てかけがえのない命のひとかけらなのですから。今回あっという間に自主回収されてしまった作品、封印されてしまうかもしれない作品に込められたたくさんの人たちの命の一部はどこへ行ってしまうのでしょう。そしてこの後、滝容疑者のせいでどれだけの人が命を削って奔走するのでしょう。それを考えたら、芸能人の犯した罪には法で裁かれるだけでは償いきれない罪深さがあります。でも今私たち大人がやらないといけないのは、作品を排除することではなく、少しでもこの世界から薬物乱用を減らすために考えることだったり、子供たちが将来簡単に違法薬物に手を出さないようにしっかり教えることなのではないでしょうか。映画レクイエム・フォードリームと闇金牛島くんのおかげで、私にはしっかりと薬物に対しての恐怖心と嫌悪感が植え付けられました。今後も絶対に手を出さない自信があります。この2作品は高校生くらいで1回全国の市役が推奨してみせるべきなのではないかと思うほど、みんなダメ、絶対、どころかダメー、絶対ダメーと震え上がることを気配です。ただ効果はすごいですが、衝撃もすごいので多少トラウマになるかもしれません。でも飲酒運転の罪深さや薬物乱用の怖さ、犯罪に手を出さないことを教えるなんて、それくらいトラウマになるようなもので啓蒙するくらいがちょうどいいんじゃないの。戦争や原爆の怖さや嫌さは、小学生の頃に行動で見せられた忘れられない衝撃的な作品で知って学んだことが多いのですから。ピエール・ダキ容疑者もまずは
この2作品を見て治療に入ってほしいです。